皆さん、こんにちは。エデンケンの中村です。昨日まで国際生物学連合というやつで、オスロに行ってまして、昨日の夜帰ってきて、で、木更津の家に帰りまして、今朝6時に起きて、クリア間に合うかなと思ったら起きたら9時で、割と ギリギリで、先ほどようやくここに着きました。で、どうもすいません、ギリギリな人生で。去年に続きましてですね、去年いらした方は、多分繰り返しみたいな話になっちゃうんですけれども、去年に続きまして、植物ゲノムを中心にやっておりますので、その進化に関する、進化か私専門というわけではないので、ゲノムの研究をやっているうちに、進化的な観点でこんなのがありましたよというようなアスペクトのお話と、それから、なんか死んだ、後半で DDBJ と遺伝研のスーパーコンピューターを皆さんに使っていただこうというご紹介をしていきたいと思います。で、私ですね、1994年から96年まで遺伝研の博士課程におりまして、なんかいろいろ死ぬんですけれども、池村先生のお部屋に、おりまして、その後、はみ出てるな、すいません。ちょっと小さくしていただければ OK かな、ズームを。調整しますね。これでいい。ズームないのか。これですね。ありがとうございます。上総 DNA 研究所というところに、移りまして、96年にシネコシスティスですね、卵巣、光合成細菌の、全ゲノムの、仕事に携わりました。で、これが当時、独立栄養生物としては、初めて決まった、全ゲノムが決まった、生物になります。その後我々のグループはアラビドプシスサリアナですね、白犬ナズナの、ゲノムの決定に移りまして、世界6チーム、日本が1、アメリカが3、欧州が2の6チームで、仕上げました。で、2000年に、ネイチャーに論文を出しています。で、この頃の、この頃はですね、最初にマップを作りまして、フィジカルマップを作りまして、それに沿ってゲノムを決めていくという、今時流行りの、ホールゲノムショットガンではないものですから、きれいに全部つながっている配列になります。で、アラビドプシスも実はいまだに埋まってないギャップが5つあるんですけれども、基本的には完全につながっている、染色体までつながっている配列というものをリリースしています。で、その後いくつかシアノバクテリア、リゾビアなどの根粒菌などのゲノム決定に関わりまして、2009年に私、上総 DNA 研究所から遺伝研に移りました。で、ちょうどその時、その頃っていうのがキャピラリシー検査ですね、これ懐かしの ABI の3700とかですけれども、キャピラリのシーケンサーから今時の次世代シーケンサー、これ最初のイルミナのというかソレクサですね、30ベースぐらいしか読めなかったやつですけれども、こういうものに移っていった時代、ちょうど2008年、2007年、2008年っていうのが、このシーケンサーの切り替えの時期に当たります。で、その後もいくつか植物のゲノムなんかに関わってますけれども、もうこの辺は本当にざっくりと、ホールゲノムショットガンでざっくり読んで、数万配列あるいは数千までつながれば、大体読めたよねっていうような時代になってきてます。で、この後でまたご紹介しますけれども、また時代は変わりまして、完全に染色体がつながるような時代になりつつありますので、その辺の技術についても、お伝えしていきたいと思います。で、これ皆さんご存知だと思うんですが、遺伝研は静岡県の三島市にありまして、今この辺の御殿場ってところにいるんですが、そこそこ富士山に近いところにあります。で、この4月に組織改編がありまして、私たちは、情報研究系という系に入りました。で、ゲノム進化研究系、明石先生、池尾先生、この辺におられる、斉藤先生もこの辺におられるんですけれども、我々はもっぱら情報を扱うよという方の、人になっています。それから、DDBJ
まあ、これ後半でご紹介いたしますけれども、 DDBJ という塩基配列のデータベースにも関わっています。で、まず最初の方で、私どものラボでやっている、まあ、ゲノムプロジェクトと、まあ、その進化的な観点というのをご紹介したいと思います。で、まず最初に、おととしになりますけれども、おととしの秋に、リリースしましたゼニゴ系のマルカンティアポリモルファというやつな、これが、まあ、2.2 億塩基対、220メガという、サイズの配列になるんですけれども、これを京大、それから、オーストラリアのモナッシュ と、それからグレゴル・メンデル・インスティトですね、これは、オーストリアにありますけれども、この辺 と、一緒に仕上げて、リリースいたしました。でこれ、2017年の、秋に出たセルのペーパーなんですけれども、まあ、今時ゲノムを決めてセルに出るというのはものすごい珍しいんですけれども、まあ、材料としての面白さとか、まあ、やっぱり進化的な面白さというものが評価されたのではないかなと思っています。で、まあ、ゲノムのペーパーってまあこういう感じでずら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 人の名前が並んでいるものなんですけれども、私はこの辺にいるんですけれども、トップの、このプロジェクトのリーダーでもあるジョン・ボーマンという方がですね、まあこれ植物の教科書をちょっとさらったことがある方なら絶対知ってる、化学形成の ABC モデルってやつなんですけれども、まあ、アウターペタル、インターテパルでステートメント、キャペルとこの辺の、花の、ややこしい構造を作るためには ABC の3種類の、遺伝子があって、そのグラデーションのセットがあれば全部できるっていう、かなり美しいモデルで、これもまあ証明されてますけれども、このモデルを作った、ジョン・ボーマンという人になります。でこれどんな植物の教科書を見ても必ず出てるっていう人なので、もう当然おじいちゃんか死んだ人だと思ってたんですけれども、会ってみたら、まあ、まだはバリと若い、バリバリの、プロフェッサーです。で、彼が、大学院生の頃にこのモデル作って、まあ、その後急速に偉くなった人らしいです。でこれはアラビドプシスで実験されたもので、彼はデベロップメントをやってる方なので、ずっとアラビドプシス使ってたんですが、彼は今研究の中心を、このゼニゴ系に移しつつあります。つつあるというか、もう完全に移しちゃってます。でなんでかっていうと、ゼニゴ系ってすごくデベロップメントの研究をするのに便利な、植物なんですね。でこれはいわゆる地上植物の中では一番原始的なところにいる植物になりますけれども、まあ、プラントボディはハプロイドです。で、N 体が、プラントボディになります。で、ザイゴートが、ディプロイドになってまして、で、オスとメスがいる。でオスとメスそれぞれ違う生殖器を持っておりまして、で、まあ、いろいろジェネティクスができるし、あるいはそのゲノム編集、ゲノムのノックインノックアウトみたいなこともできる植物種になっています。ですので、何かで、ゲノムサイズが割とコンパクトで、遺伝子数も少ないので、何か形態形成に関わる現象を見ようと思ったら割と簡単にゲノムがいじれて、で、しっかりとフェノタイプが見れる、ほぼヘテロみたいなことはなくて、もうか1本ですから必ず潰れますんで、何か現象が出るという、まあ、非常に便利なツールになっています。で、でこれがファイロジェニックコンテクストになるんですけれども、まあ、藻類ですよね、クラミドモナスであるとかですね、グレブソルミディウムであるとか、まあ、藻類か、地上によっこらしょっと出てきた一番根っこのところにいる、まあ、実は、まあ、どの辺が根っこのところかっていうのは、まあ、いろいろ論争があったんですけれども、まあ、これに、ジェネティクス、まあ、ゲノムの情報による決着をつけたのが、まあ、この論文でもあるので、まあ、これも評価されている点だと思うんですけれども、まあ、一番根っこのところにいるのがマルカンティアポリモルファです。で当然水の中から、水の外へ出てきますと、ものすごい数のいろいろな環境応答をしなきゃならなくなるわけですね。まあ、水の中にいる分には、まあ、そんなに温度も変わりませんし、まあ、変わる場合もありますけれども、基本的には外にいるより全然温度は変わらないし、乾燥するということもまあめったにない。基本的には、湿潤した状態にいる。
で、3D に伸びていくっていう割と全然変わったことをしなきゃならなくなりますし、当然クジクラなんかも装備しなきゃいけなくなるということで、非常に大きなイベントがここで起こっていると想像されるわけです。で、まあ、こういったことに関わる遺伝子というのが獲得されている、あるいは何か別のものをリクルートしてきてそういうことをさせるようにするというところで、非常に面白い、進化的に面白い生き物になります。で、まあ、長らく研究が進んでまして、ジェネティックマップなんぞも、まあ、そこそこできておりまして、で、実はシーケンスの歴史も結構古いです。日本で初めて、日本でじゃない、世界で初めてクロロプラストのゲノムが全部決められたのが、タバコとちょうど同時に出たんですけど、ネイチャーで出たんですが、マルカンティア・ポリモフォ、ゼニオケ・タバコが同時に出てます。1986年ですね。で、92年にミトコンドリアの186キロの環状全ゲノムが出てます。ちょうど私この時にこの部屋にいたんですけれども、修士の時に丸2年間ですね、毎日毎日ラジオアイソトープでシーケンスして焼いて X レイフィルム読んでっていうことを丸2年やって、ちょうど修士が出る頃、これが出ました。で、この当時92年に186キロっていうのはジェンバンク DDBJ エンブルで一番大きな単独の配列でした。で、この辺までがラジオアイソトープに出るで、シーケンスしてた頃で、その後が、いわゆる454のような割と長めに読める、次世代シーケンサーで決められた部分になります。2007年に Y クロモソームが読まれまして、で、大体同時に WGS の全ゲノム読むぞというプロジェクトが GGI でスタートしています。で、これにものすごく時間がかかりまして、10年もかかってるんですけれども、最初のバージョン 0.6 ってそこそこつながったものが出たのが11年だったんですけれども、その後、ちょっと欲を出してイルミナで、もっとつながるんじゃないかってイルミナを入れたところ、あんまりつながらなくてすっごい苦労して、結局あんまり改善もされずに2017年に論文が出たということになります。で、ここから学べることは、そこそこの、ゲノムが出たら早く論文書けというところですね。で、そこから欲を出すと、6年7年かかったりします。で、2017年に今2900本までつながったところで論文を書きました。で、でそのすぐ後にですね、去年なんですけれども、それが、9本、要するに染色体の数までつながったバージョンができました。で、今我々はその解析して、間もなくこれ論文が出ると思いますけれども、こういうバラバラでドラフトで、そこそこできましたよということを言っている時代から今は染色体までつながるよという時代になってきています。で、バージョン 0.6 ですね、11年にそこそこ出来上がった時にスキャフォールドは 4.3K だったので、ここで十分出せたんですよね。 でも、その欲を出して なんとか、3000切るところまでつないだんですが、結局ここでセルで発表したんですけれども、その後もあっという間にテクノロジーの進歩によって つながるようになってしまったということです。で、これ先ほども述べたところですけど、水の中から陸上に上がってくるときに、いろんなことが起こっていると。で、それに関わる遺伝子の数え上げができるというようなことです。特に面白いのが、トランスクリプト、面白いというか、これは当然予想されることなんですけれども、トランスクリプションファクターの数が爆発してまして、陸上植物ではですね。で、いろんな環境応答にもしなきゃいけないので、当然こういうものが数が増えるってことは分かるんですけれども、マルカンテオポリモフォ、この青い、部分はこれ、水中にいる植物です、というか藻類とかですね。で、緑色の部分がこれが、陸上植物になりまして、真ん中がこれ、マルカンテオポリモフォになります。セニオケになります。で、これが、ヒメツリガネゴケですね。で、この辺分かんないですけど、一番こっち側がアラビドプシスサリアナですね、白犬ナズナになります。で、こっちはクラミドモナスであるとかの、藻類になります。で、水中にいる植物藻類は、そこそこですね、トランスクリプションファクターの数が抑えられているというか、限定されたトランスクリプションファクターの数を持っているんですけれども、陸上に上がると、例えばマツボックスであるとかですね、この辺の、ミブであるとかですね、BHLH であるとかの、この辺のトランスクリプションファクターの数がブワッと増えるわけです。
ただゼリモ系はちょうどその中間ぐらいのところにいまして、まあ、なんというかマージナルな感じのトランスクリプションファクターを持っている、まあ、陸上に登って、まあ、この藻類が持ってたセットでなんとか対応しようとした最小セットみたいなセットを今でも持っているというところが、割と面白いところになります。で逆に今こういう限られた数の、遺伝子だけを持っていますので何か遺伝子潰したときにその下流で何が起こるかというのは非常に分かりやすい生物になります。で、ここですね、ここら辺で起こっているイベントですね、 3D に伸びるであるとか、乾燥に対する耐性、温度に対する耐性みたいなものを得たというような遺伝子のセットがぶわっと出まして、まあ、ニュークリアス関係であるとか、まあ、ニュークリアスって要するにこれトランスクリプション関係ですけれども、で、まあ、シグナリング関係の遺伝子であるとかバイオケミストリーに関する遺伝子というのがこのタイミングでぶわっと獲得されていると、というようなことが分かりました。で、まあ、この辺がゲノムを決めて、進化というものを追いかけるところの、まあ、一番ありがたみがある部分かなというふうに思いますけれども、こういう大きなイベントが起こったであろうところでその時の形態を維持しているようなものの、ゲノム全部決めてしまうと、まあ、いろいろ見入りがあるというような話になります。でこの配列と、まあ、この情報というのは我々マポルベースというデータベースを作って維持しておりまして、で、まあ、各種いろんな条件でそのトランスクリプトがどう変わっていくとかですね、であるいは、エピゲノムの情報みたいなものもここに入れております。で、ここから先はそこまで行ってないやつらなんで、まあ、これバラバラな配列のままのお話になるんですけども、ブリジストンさんと一緒にゴムの木のゲノムを決めていたりしてまして、まあ、ゴムっていうのはだいたい25年ぐらい5年から25年の間に、ゴムの、このラテックスというやつが、木を傷つけると取れます。でそこら辺走ってる車のタイヤってもう別に工業的に工場でできてるんでしょうと思われるかもしれないんですが、実はその原材料の半分以上は、天然ゴムです。ナチュラル、ラバーです。で NR というやつですね。で、ですので、ゴムのタイヤみたいなものは、工業製品でもあり農業製品でもあるということになります。ですのでこのゴムの質を上げるであるとか、あるいはゴムの生産量を上げるということは、まあ、現代社会において極めて重要です。例えばブリヂストンは、年間4兆円の売り上げがありますけど、まあ、下手な国家より、ずっとお金を持っているわけですけれども、まあ、ゴムの生産量ですね、基本的には、天然ゴムが、非常に重要なので、この生産量をちょっとでも上げるということは非常に重要なことになります。で、ま、ゲノムの配列を決めました。ま、イルミナで、2.7 ビリオン、リードを読みまして、で、アセンブルをしたと。で一般的に哺乳類なんかで使われている、オールパス LG であるとかソープデノボみたいなもので、まあアセンブルしてみたんですが、オールパス LG は全部配列を突っ込むことができなかったですね。全部突っ込むとなんか死んじゃうので、途中経過としてこれがあります。でソープデノボでは、このぐらいのところまでつながったと。で、割とつながらないので困ってたわけですけれども、プラタナスというですね、東工大の、伊藤先生たちが作っているヘテロザイゴシティが高くてもなんとか適当にって言っちゃいけないですね、うまいことつないでくれる、アセンブラが出まして、これでうまいことつながってきました。で、ですので、これまでのようにですね、きれいにですね、バッククロスかけたゲノムが読めるとは限らないというか、これからは多分、ヘテロなまんま読まなきゃいけないことになるので、まあ、こういった手法というのが極めて重要になってくるかなと思います。で、逆にこれはなんとかうまいことやってくれちゃうんですけれども、うまいことやらないという手法もありまして、まあ、最近だとロングリードバックバイオとかでロングリードが読めますので、もうこっちとこっちですね、ヘテロなまんま合わせないで、別々に読んでしまうという方法もあります。で、まあ、カバレージを見ます、まあ結局ですね、7万5千コンティグどこまで落ちていて、まあ、これ全然染色体の数より全然多いんですけれども、まあ、RNA シーク
ですね、トランスクリプトも落としてみると、まあ、90% ぐらいは落ちたので、まあ、90% ぐらい読めてるじゃろうというようなロジックで、予習できましたって言っちゃうのが、まあ、これまでのやり方ですね。でここから先の解析はちょっと企業さんとやってることなんで詳しいことは言えないんですが、我々のところではこの辺まで、やっていたりします。でもう一つは温州みかんの、ゲノムを決めていたりします。でこれも同様にですね、基本的にやっぱり樹木なんで当然バッククロスなんかやってないんで、ヘテロなまんま読まなきゃいけないという生き物になりますけれども、方法は全く先ほど のゴムの木と同じでして、プラタナスというアセンブラを使いましてヘテロなまんまなんとかすると。で、スキャフォールドをさらに追加してくれるツールみたいなのも使いまして、でパックバイオも混ぜてみたんですが、まあ、ちょっとあまり良くなかったなという感じでした。なんとなくそのロングリードとショートリード混ぜたらうまくいくんじゃないかなと思いがちなんですけれども、どうもあんまりうまくいかないっていうのが、まあ、なんか経験的には我々の知見になります。で、その後、遺伝子のプレディクションなんかも、白犬ナズナのもう20年も前の話になりますけど、白犬ナズナの頃はすでにアベイラブルな、パイプラインなんてのはなかったんで自分たちで手でシコシコやってたんですけれども、まあ、今時は割といいパイプラインがあったりしますので、メーカー P というのを使ってアノテーションをつけました。で、ここではですね、みかんの場合はスキャフォールドが、2万まで落とした。まあ、これもいわゆるバラバラなまんまですけれども、まあ、遺伝子は見つかるだろうというところで、まあ、できましたと言ってしまうパターンですね。ここではですね、そうですね、この今我々が食べている温州みかんのサツマという種なんですけれども、ブリードなんですけれども、これの両親、結局これが どうやってできたかっていうのがよく分かってない、分かってないままだったんですね。でなんでよく分かんないかっていうと、樹木なんで非常においしいみかんをつける枝というのがあった時にはもうその枝を接ぎ木してブワッと増やしちゃう、苦労です増やしちゃうんですね。ですので両親がよく分からないんです。でそれが両親がですね、紀州という割と古い株と、でそこから出てきた九年坊っていうブリードの、子供でしたよみたいなことがトリオアナリシスですね、まあ、両親とその子供を読むことによって、まあ、その大量のスニップを比較することによって分かりまして、めでたしめでたしということになりました。で、まあ、こういったゲノムの配列というのはですね、どこから手に入るんだということになりますけれども、まあ、一つは、我々カズサ DNA 研究所と、まあ、一緒にやっていますプラントガーデンのようなですね、いろんなゲノムが決まってきましたよというものの、情報をかき集めて整備してくれるところからデータを取ってくるというのが一つのやり方になります。で、こういうところのこういった専門のデータベースを使うメリットというものは、当然いろんなところにゲノムの情報って散らばってる、まあ、もちろん DDBJ にもありますし、ジェンバンクにもあるし、アンサンブルにもあるしと、レフセックから取ってきてもいいというところなんですけれども、その中で、まあ、一番その道のプロが、一番使っている、一番良いアセンブルのセットみたいなものがちゃんと整備されている、というところが、まあ、これ便利なところになります。で、逆に、こういうところはですね、そういった割ときれいに集められたデータしかないものですから、どうしてもいろんな、どちらかったデータを全部収めているところにアクセスしなきゃいけないこともありまして、まあ、それが、代表的なものが DDBJ といったことになります。で、ここからちょっとすみません、DDBJ のお話、塩基配列データベースのお話になります。で、DDBJ というのは、DNA データバンクオブジャパンのアブリビエーションでして、三島で我々がやっている塩基配列のデータベースになります。で、DDBJ は、1987年にスタートしまして、ですのでもう今32年目か33年目になる非常に古いデータベースになります。で、アメリカのチェンバンク、それからヨーロッパの ENA ヨーロピアンニュークレオタイドアーカイブとデータを交換していますけれども、大きな割と大きな変化があったのが2009年でして、2009年に我々、SRA、シーケンスリードアーカイブというのを始めました。まあ、これは2007年ぐらいから出てきた次世代型シーケンサーのデータを、アーカイブする、生データをアーカイブするアーカイブでして、まあ、これが今や、まあ、一番大きなデータベースに成長してきています。で、DDBJ は INSDC の1ノードでして、INSDC がインターナショナルニューキュリオタイドシーケンスデータベースコラボレーション、
の、になります。で、アメリカの NCBI ヨーロッパの、ENA ヨーロピアンニューケロダタイドアーカイブ、これは EBI の中にありますヨーロピアンバイオインフォマティクスインスティテュートの中にあるところと、コラボレーションをしていまして、いくつかのデータタイプの、データベースを交換するのと同時に、いくつかの同じようなデータベースも持っていると。で、INSTC の枠組みの中でやっているデータベースというのは、アノテーションが入ったシーケンス、昔からあるし、ジェンバンク、エンブルバンク、DDBJ というデータベースが、一つ一番30年やっているものになります。で、それからキャピラリの生データを収めたものがトレースアーカイブになるんですが、これはもう古い、もう今やデータが追加されることもないので、これは多分そのうちシーケンスリードアーカイブに、統合されて終わります。で、今一番大きいのが NGS のリードを収めたものでシーケンスリードアーカイブ SRA と呼んでいるもの で、それからそれらを束ねる、いろんなタイプのデータベースを束ねるために必要なデータベースが2つありまして、1つが、スタディ、研究のタイプを収めた、タイプあるいはプロジェクトの情報を収めた、データベースでバイオプロジェクトというものを、我々は維持しています。で、もう1つがバイオサンプルで、サンプルの情報を収めたもので、なんでこういうものがいるかというと、一つのプロジェクトの中でゲノムをやったりトランスクリプトームをやったりその他のデータがあったりする。で、同じサンプルに対してゲノムがあったりトランスクリプトームがあったりするということで、それらを束ねるため、横断的に検索するために、これらのデータベースが、NGS のデータベースですね、この SRA ができた後に、繰り出されています。で、もう一つ一番新しく我々が始めたものにアセンブリーのデータベースというのがあって、ゲノムのアセンブルってどんどん改善されてきますので、ただ古いところにアクセスしなきゃいけないこともあるので、アセンブリーのバージョンの情報とそのデータセットを収めたアセンブリーデータベースというのがあります。で、ここまでが INSTC のフレームワークでやっているもので、その外にあるものとして、GEO、アレイエクスプレス GA といったファンクショナルジェノミクスのデータベースであるとか、バリエーションですね、DBSNIP、EVA、JEVA である、バリエーションの情報を収めたもの、それからこれはコントロールアクセスで人のジェノタイプやフェノタイプを収めたもの、DBGAP、EGA、JGA ですね、この辺であるとか、あと最近始めたのがメタボロミクスの、データベースになります。こういったものも将来的にはですね、このジェノタイプ、フェノタイプはなかなかコントロールアクセスなんで難しいんですが、メタデータそのものを交換したりですね、検索できたりするように、だんだん拡張されていくであろうというところになります。で、これ、皆さんご存知だと思うんですが、塩基配列を決めて論文書くときには、もう必ずアクセッションナンバーを取らなきゃいけないので、データサブミッションが発生しまして、で、我々はそのデータとメタデータをチェックして、よしってなったらデータベースに入れると。で、それでインターネットを通じて公開する。で、30年前に事業を始めた時には当然インターネットなんてものが、存在していなかったので、テープとか CD で配布していたようですが、今では基本的にはインターネットで見ていただくということになります。で、ISTC のフレームワークの中にあるのが、先ほども述べたことの繰り返しになりますが、トラディショナルなデータベースとシーケンスリードアーカイブとサンプルプロジェクト、それからアセンブリーになりますけれども、基本的にはこれはプライマリーなデータベースで、いろんなものがごっちゃごっちゃ入っているものになります。で、皆さんがその、私 NCBI からデータ取ってきましたみたいなことを頻繁に言うわけですけれども、そういう時には大体使っているのは、RefSec、AVMED みたいなものになります。で、あとは NCBI タクソノミーも実はこれ INSTC の枠外で NCBI がやっているタクソノミーデータベースです。で、ヨーロッパはアンサンブルであるとかユニプロットみたいな、またこれ便利な、ゲノムの情報を集めたデータベースであるとか、タンパク質の情報を集約したデータベースみたいなのがありまして、基本的には皆さんお使いになって便利だなって思うのはこっちの方になりますね。ただこういうものを作るための基本情報として、こう何でも収めてますよっていうプライマリーなデータベースっていうのは非常に重要かと思います。で、今多分働いている、INSTC に対して働いている人はパートタイムの人も含めまして150人ぐらいいまして、非常にでかい、プロジェクトということになります。で、これは割と初期の頃の NGS なんですけれども、ロシュ454でとかイルミナ GA2 とかライフテックソリッドという、昔からこの業界にいる人にはちょっと懐かしい、機種なんですが、こういったものを使うってこういったものが2007年ぐらいに出てきまして、で、シーケンスのコストがですね、ムーアの法則よりもガーッと減ってきて、ギャーってこの辺はギャーってなってですね、NCBI が SRA やめるとか言い出したところなんですけれども、でもそれはグラフでお金が得られたから続いてるんですが、で、
この辺からまた、だいぶ落ち着いてきましてですね、今は多分、ムーアの法則にやっぱり従っていて、なんとかハードディスク買ってれば間に合うという感じになっています。で、こういった NGS が可能にしたものは、例えば、かの有名な1000ジェノムであるとかですね、これ実はあまり有名じゃないんですが、シロイナズナの1001ジェノムであるとか、こういったものがあります。いわゆる 1K レベルのデータが取れるようになったわけですね。で、ただ、これ、みんなもうディスコンか、あるいはこれはもう、試薬が買えない状態になっておりまして、もうこういったものはもう古いものになっていて、今の NGS というと、パックバイオのシーケルやイルミナのノバセク6000、オックスフォードのナノコアのミナイオン、あるいはそれのグリッド版のグリディオンというのがあります。で、BGR6 の500というのは、これはあまり日本ではメジャーではないんですが、多分理研さんが持ってたかなというふうに思いますけれども、中国の BGI さんが作ったシーケンサーになります。で、こういった今のハイスループトなものが可能にしたのは桁が1個上がってまして、10K ですね、 UK10K であるとか、あるいは、マイクロブタ、微生物のタイプストレインを 10K ですね、要するに1万種決めますよというようなプロジェクト、あるいは、これ GGBN っていうのは、これはバイオバンクに入っている、データを片っ端から全部読んじゃおうというような、スミソニアの人たちが主導してやっている、ものです。で、ディブスイクというのは、これはスバーバルト、有名なスバーバルトのシードボルトのような、種子保管庫に入っている種子を全部読んじゃおうというようなプロジェクトですね。で、これはもう多分、10K から 100K かそれ以上に、数字が上がっていきます。で、今一番大きいプロジェクトとしては、アースバイオジェノムプロジェクトが 1.5 ミリオンですね、150万種のユーカリオト全部読んじゃいというようなプロジェクトを立ち上げつつあります。で、1K からもう今はですね、ミリオンに近いところまで話が進んできているということになります。で、そういったNGS のデータを収めるのがシーケンスリードアーカイブで、イメージそれ自体は当然収めないんですけれども、SRA データであるとかファスト Q のような形にした配列のデータ、あるいはアライメントにしたデータというものを収めて、かつそのメタデータも収めるというデータになっています。で、これバイオプロジェクト、先ほどご紹介したバイオプロジェクト、バイオサンプルがそれらのデータを束ねていまして、かつエクスペリメントの下に複数の欄がぶら下がっているというような、全部 XML で書かれたややこしいデータ構造をしておりまして、なんでそんなややこしいことになっているかというと、大量にデータが取れるので、例えば一つのドラッグトリートメントした後に、0時間、12時間、24時間後の RNA プロファイルを見ますよというようなデータ構造がよく発生するんですが、そういう時には一つのプロジェクト、一つのサンプルの下に3種類のエクスペリメントがあって、それぞれの時間の欄があるというような構造が取れて非常に便利だからですね。ただ使う方はこのデータ構造を知っていないと非常に使いにくいことになります。で、今 NGS のアーカイブがどのくらいのデータサイズかというと、 NCBI の、これ今日時点、今日ですね、アメリカはまだ昨日かで、さっき取ってきたデータですけれども、トータルで、SRA の容量が、ちょうど30ペタベースになりました。で、これは NCBI の場合はですね、コントロールアクセスのデータも含んでいるので、この黄色い方が INSDC として完全にオープンで交換している部分ですけれども、それも11ペタになりました。で、これ日本の単位でいうと 3KK ですね、京都の京 3K の塩基、 3K 塩基になりまして、公開分だけでも 1K 塩基に達しましたので、腸とか言ってるレベルではなくなってきたわけです。で、これ見てみると、大体最近データ落ち着いてきたねって思われるかもしれないんですが、この縦軸はこれ対数なんで、全然落ち着いてないです。未だにガンガン増えています。で、これ JGA ですね、コントロールアクセスのデータを見ても、そこそこ溜まってきておりまして、今多分200テラぐらいのコントロールアクセスですね、ヒューマンの1026人分の WGS のデータがバイオバンクジャパンさんから登録されたりしておりまして、これも今後増え続けるであろうデータになります。で、こういった大量のデータを処理するために、大学共同利用機関として我々が提供しているのが遺伝研スーパーコンピューターになりまして、これは皆さんが進化研究をしていただく上でもとても有用なリソースだと思いますので、これを最後にご紹介して終わりたいと思います。で、スパコンとは何ぞやっていうと、基本的には、普通の今時ですとですね、昔のベクトルスーパーコンピューターみたいなものではなくて、普通の PC がいっぱいあると考えていただければ結構かなと思います。で、今時のスパコン
はですね、一般的なスパコンというのは、GPU ですね、グラフィックプロセッシングユニットをたくさん乗っけて不動小数点演算の性能を稼いで、何フロップ行きましたよって言ってそこで、世界トップ500とか言って競ってるわけですけれども、遺伝系のスパコンはそういったものではなくて、CPU を重視しています。というのは塩基配列の計算って、どちらかというとですね、不動小数点演算というよりは普通の整数演算の方が圧倒的に多いので、こういったものを使うと、皆さんに、メリットがあると。でも、GPU なんかも、入っているノードもありますので、なんか AI やりたいみたいな時には、お使いになれる、ノードもあります。で、これが割と知らない方には驚かれるんですが、基本は無料です。で、無料だっていうと、一体何の魂胆がみたいな感じに驚かれるんですけれども、これ大学利用、共同利用機関ですので、こういったものを整備して皆さんにお使いいただくということが我々のミッションの一つになっています。ですので、学生さんであれば、その部屋の PI に、OK、PI に承諾書をいただければ、使いいただけますので、ぜひぜひ使ってみてください。で、ここに基本って書いてあるのは、当然あまりにも大量の演算を流す人とか、あまりにも大量の場所を取る人には当然課金していきますが、それは事前に申告していただいて、その容量を使えますので、そこまでは無料ですので、ぜひお使いになってみてください。で、これ2012年の時には我々は 12.5 ペタ、ベースじゃなくて 12.5 ペタバイトのストレージを持っておりまして、600ノードぐらいのノードがあったんですけれども、この3月に、完全リプレイスをかけまして、今我々は 43.6 ペタ、バイトの、ヒエラルヒカルストレージマネジメントシステムの持った、ストレージを持っています。でラスタというのは、これ超並列型で非常に速いものです。で GPFS がそれに次ぐもので、15ペタのテープストレージがありまして、でこれらHSM というシステムによりましてですね、よく使われるデータは自動的に上の方に行って、あんまり使われないデータはテープの方に落とされるという便利なストレージシステムになっています。我々アーカイブやってる人間にとってはこういうのは非常に重要なリソースになります。でコア数としては1万1000コアがありまして、前のシステムから大きな違いというのはノードの数が3分の1ぐらいに減ってるんですけども、1ノードあたりのコア数が64とか32とかいう、割と最近流行りのウルトラマルチコア のものを入れてますので、コア数は変わってない。で、3テラのメモリを積んだマシンが10台あって、12テラのメモリですね。これハードディスクじゃなくてメモリが12テラあるやつが1台あります。こういうのは非常にややこしいゲノムをアセンブルするときに割と有用なリソースになるかなと思います。で、全体の構成、これスパコンのページから取ってきたんですが、これはマニアの方しか面白くないので、こういう構成ですよというのは見ていただければ分かるんですけれども、ポイントとしては、コンテナが使えるようになりました。で、ドッカーコンテナというのをよく皆さんお使いだと思うんですが、ここではシンギュラリティというですね、ハイパフォーマンスコンピューティングにおいてよく使われているコンテナのシステムを、入れました。で、コンテナって何ぞやっていうと、バーチャルマシンみたいなもんなんですけれども、バーチャルマシンのもっと軽い感じのものだと考えていただければいいんですが、環境をパッケージングできる、コンテナ化できるものです。ですので、一つの環境にいろんなツールを入れると、ライブラリが衝突して困ったわみたいなことをよく皆さん、そういう目に遭ってると思うんですけれども、コンテナを使うことによって、一つの環境上に複数の環境を並べ立てて、それらをつないでやる。例えば、コモンワークフローランゲージのようなワークフローを作ってやることによって、一つのマシンでは通常走らないようなものをつなげることができる。パイプラインを作るときに、あるいはワークフローを作るときにすごく便利なツールになります。でこれによって、ちょっと古いのもあるんですけど、2000以上のツールを今整備しておりまして、当然ユーザーも古いツールをやっぱりでもこのペーパーと同じ環境でやりたいみたいな時に新しいツールしか動かないことが多いんですけれども、古いツールをわざわざ、コンテナに古い OS を入れることによって準備することによって古いワークフローなんかも再現することができたりします。ユーザーさんにもメリットがありますので、ぜひこの辺も学んでいただけると、将来環境がぶつかったわみたいな時にとっても便利かと思います。でそれから、
ヒューマンの解析している方には、JGA ですね、コントロールアクセスのエリアから直接ここにダウンロードして、ここで計算できますよみたいなセキュアなパーティションができましたので、この辺の利用もお考えくださいと思います。で、この辺はちょっと時間がなくなってきたので飛ばしていきますけれども、Amazon の AWS みたいなクラウドとの直結の線もありまして、L2VPN で10ギガでつないでたりしますんで、Amazon にあるワークフローでやりたいみたいな時には、転送が割と楽になっています。で、その他、Sakura ともつないでますので、Sakura でサーバー立てて、こっちのデータで、データ公開したいみたいなこともやりやすくなっていますし、まあ、これはちょっと壮大な話になるんですけど、サイネット5で日本中のスパコンをつないじゃって、まあ、それぞれ相互乗り入れしましょうみたいなお話も進みつつあります。で、まあ、こんな感じでですね、データセットを大量に用意しておりまして、それからデータの再利用性を高めるためにスパコンなんかも準備しておりますので、まあ、進化の研究する上でも最近大量データ、最近というか、まあ進化の研究がそういうところをドライブしてきたというところもあるんですけども、大量データを使いになるというところがということが必要な場合にはぜひ DDBJ であるとか、まあ、こういったスパコンのリソースというのを活用していただきたいと思います。で、はい、この方々にお世話になりました。で